フランス海軍装甲巡洋艦デュ・ピュイド・ローム装甲巡洋艦とは巡洋艦の一種。それまでの防護巡洋艦と比し、推薦部原則を防御する装甲隊塗装甲板で覆われていることで区別される。1890年から1910年頃まで建造された装甲隊巡洋艦の先駆者、クニャージ・ポジャールスキー元来、漢方では 沿岸要塞に対抗できないのがセオリーとされていた。しかしクリミア戦争でフランス軍が実戦投入した装甲を浮き放題が要塞攻撃を成功させたことで状況は一変した。この戦訓を踏まえてフランス海軍が1859年に浸水させたラグロアールとこれに対抗してイギリス海軍が1860年に浸水させたウォーリアーにより 世界の海軍は、装甲艦の時代に突入した。これらの装甲艦により攻撃された場合、要塞の優位性は、盤石とは言えなくなっていた。鋼鉄艦、蒸気船時代の到来とともに、増収、補給を担う基地を世界各地に維持することが重要になっていたことから、各国海軍の県外艦隊はこれに対抗する必要が生じた。このことから、 イギリス海軍発の巡洋艦であるシャノンなどは推薦部に帯状の装甲を施しており装甲隊巡洋艦と称される。またこれに先行して1870年にロシア帝国海軍が巡航させたクニャージ・ポジャールスキーは世界で初めて推薦防御を施した軍艦と称される。しかし特に英艦は 装甲艦の延長線上の設計思想で建造されていたために巡洋艦として必須の公用性能が低い傾向があったほか防御重量の増大を避けるために装甲体の幅を極端に圧縮した結果として排水量が計画値よりも増えると装甲部分が容易に水没して意味をなさなくなるという問題があった。 このため、イギリス海軍の装甲隊巡洋艦は1884年度計画のオーランド級が最後となり、以後は防護巡洋艦に移行した。一方、当時、第2.3の海軍国であったフランスやロシアは、推薦武装甲を持つ巡洋艦を重視し、建造を継続した。特に、ロシアが1875年に竣航させた。 ゲネラールイコールアドミラールは、装甲体巡洋艦というよりは、むしろ世界初の装甲巡洋艦として評価されている。1880年代後期以後の速射砲の普及は、防護巡洋艦に破滅的な影響をもたらした。防護巡洋艦では、船体内の艦数用部は、防護艦板の下で守られており、上部構造物については、 ここに浸水が生じても隔壁により防止できるという、目論ろみから無防備にさらされていた。しかし1894年の航海回線では、短時間に大量の榴弾を投射された結果、貫水用部が直撃弾を受けずとも、飛走後部が徹底的に破壊されて、戦闘能力を喪失する例が多発した。この戦空から垂直防御を持たない防護順用艦の価値は、 急激に衰退した、走行巡洋艦の断面。赤が走行、灰色が防御区画としても用いる石炭庫。水栓部原則に走行を有する。防護巡洋艦の戦術価値低下とともに、防護巡洋艦の内大型の艦では、再び垂直防御の導入が図られた。これが、走行巡洋艦であり、その端所とされるのが、 フランス海軍が1890年に竣工させたデュピードロームである。また、上記の通り、ロシア帝国海軍が1875年に竣工させたゲネラールイコールアドミラールは、その宣伝をつけたものとして評価されている。かつての装甲隊巡洋艦で断念された、広範囲の走行と公用性能の両立を実現した背景の一つが、 成功技術の進歩であった。この時期には、ハーベイ校やクルップ校のように、対弾性の高い装甲用鋼班が開発され、従来の普通校より薄い装甲板でも、初期の防弾性能を発揮できるようになっていた。しかし、それでも、なお、装甲重量の抑制のためには、防弾性能の妥協が必要であり、中口径速射砲に交換する程度に止められた。 この結果、艦砲の大口径化に伴って、装甲板の厚みを増すことができず、時間の手法に耐えられない、防御力を持つ軍艦として発達していくこととなった。これらの走行巡洋艦は、通常の巡洋艦と同様に通称破壊や、商船合衛、全路哨戒や、植民地警備といった任務に投入されていたが、19世紀末、内市20世紀初頭には、さらに、 これを順位主力艦として位置づけて、同種艦数隻で戦列を構成して、戦艦部隊と共に行動する運用法が生じた。日本海軍の66艦隊計画も、主力艦として、戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻を整備する計画であり、日露戦争の日本海海戦にも、主力艦として投入されている。さらに、装甲巡洋艦の攻撃力を戦艦に、 匹敵するほどに増大させたイギリスのインビンシブル級大型装甲巡洋艦が1908年に竣工した。これは戦艦ドレッドノートの影響を受けた単一後継巨砲搭載艦であり高速力であったが防御力は従前の装甲巡洋艦と同等であった。この種の艦は後に巡洋戦艦と類別されるようになった。しかしこれらは 攻撃力に比して弱体な防御力という弱点を有しており、特にこれが顕著だったイギリス海軍の巡洋戦艦は、ユトランド沖海戦において砲塔への直撃弾によって瞬時に強沈した感もある。このように、第一次世界大戦において、装甲巡洋艦は、装甲と砲力においてはどうしても戦艦に及ばないことが明白となり、その存在意義は消滅した。 また、水雷兵装の進歩に伴って、巡洋艦にそれほど砲力が必要とされなくなったこと、加えて、ワシントン海軍軍縮条約では、一部の艦が、排水量1万トン以上の、主力艦保有制限枠の対象となったことも、艦の減少につながった。1930年のロンドン、海軍軍縮会議において、従順洋艦、 軽巡洋艦という新しい定義がなされ、旧式化もあり、主要海軍では、装甲巡洋艦という種別自体が消滅した。ただし、チリ海軍のジェネラル・オヒギンズやスウェーデン海軍のフィルギアと一部海軍では第二次世界大戦期でも運用されていた。世界で最初に蒸気機関のみで航行する総攻巡洋艦を巡航させたフランス海軍から、 順に、各国の総工順洋感を、竣工順に並べる。ありがとうございます。